ひげの画面見て。シーナの切り抜きのサムネみたいな揺れ方してるけど、これこれキャンチョメを守る時のポルゴルぐらい強いじゃんこいつ。自分家に連れ込めないと分かった途端解放をやめたみたいな、そういう僕はもう綺麗なものだけ見ていたいみたいな。ラブライブのオープニングの小鳥ちゃんぐらいエロの料理人がコメントしてきたな。オナリザじゃんもう、一周回って現代のどの角度か。かわいいかわいいねえ、あまねちん、おしゃれに時間かけすぎだよ。いくらデートだからってさ。え、誰だよ妹じゃないこれ。きたなんかなんか格ゲーの画面見て背景変えたらパンサースって真ん中に置きたい。なんか美少女格ゲーみたいな感じすごいけど。デッドアライブ。え、猫だ。うわー、ナエルはマジで。あ、え、誰？お前、お前、な、な、なにお前？え、え、あ、そうそう。え、な、な、急加速？な、な、なにお前？あ、そ、飛車ね？オッケーオッケー。あ、これやばい。あ、くそ。ダメだ。外はそうだもんな。まっすぐが、まっすぐが多いもんな。地形的に。オッケーオッケー。混雑してる場所じゃないとダメだ。あら。ガタ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 。たけし？困惑してるよ。ガタ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 。ただししかも縦揺れなんだね。こういうのって普通横揺れじゃないんだ。シーナの切り抜きのサムネみたいな揺れ方してるけど、これ、たけし。他のみんなは。なんかさ、認証マークがなんか変えるようになったんだよな。ドクロックエテボース。認証マーク買ったけど名前変えられなくなるライバーいて草なんだ。え、なんかマサルとかも。ああ、そうなんだ。なりすましで、あ、そっか、なりすましで認証買っちゃう。永遠に復活するマサル。でも永遠、何度も復活するということは何度も滅んでるということだからな。そいつ高校生なのに、バイト経験の豊富さを誇ってるやつと一緒だぞ、それ。それだけやめてるってことだからな。たくさん稼ぐ必要があって掛け持ちして経験多いとかあったらまだしも。いや、平井心の可能性もあんのかっていうか。あ、威嚇じゃない神、仰せのままに。セグシュ、セグ、ええ、おん、白いゲームだ。わろた。面白すぎる、このゲーム。笑いが止まらねえよ、みんな。しか言いようがない。頼む、ギリ耐えろ。よーし、オッケー、あー、え、無敵の、え、無敵のフォルゴレ？これキャンチョメを守る時のフォルゴレぐらい強いじゃんこいつ。なんだこの根性。ライオンの牙に小鳥は止まらないんだが。あれ、ちょっと待って、走り方ってどうやんだっけ。やばい、コンビニ来た、いいものの声の出し方忘れた。あー、オッケーオッケーオッケー。なんでこのオタクの走り方じゃんこれ。前、この前傾姿勢でシュタタタタタみたいな。シーギューダーシュ、あーヤムチャやん死に方。あー、惜しい。おし、ダメダメ。これこういうね、これ未練を息子に託すようなスプレーはダメ。あー、ダメ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 。息子、お前は野球をやりなさい。避難してないよ。なんでそんなこと言うの。仕返し、仕返しってなんだよ。うわ、短え、短すぎる。エッチな写真はさすがに浮気か。でも男側の話に対してちょっと答えなさすぎ。アンサーなかったよなこれ。 MC バトルだったらエリちゃんずっとネタでイン踏んでる。アンサーね、無視してずっとイン踏み続けてるみたいな感じだからな。あぶね。なんだあの、猫はみんな入りたくなる段ボールみたいな場所は。本能で行きたくなっちまう。またおごるよ。へへ、やったー。やっぱり本命じゃない、一方的に好意を寄せてる女の子を、からおごられまくってる。いや、これは友情だから。うずきくん、
葵ちゃん。ありがとう。ありがとう。僕勇気が出たよ。あ、うん、頑張れ。おい、ふざけんなよ。ふざけんな。おい、これはちょっと許せねえよ。みんな、今見てたか、みんな。はあ、そうじゃねえんだよな、みたいな。なんか、自分家に連れ込めないと分かった途端、なんか解放をやめたみたいな。そういうやつの雰囲気感じたわ。俺ね、実はね、もう朝倉持ってるんですよね。ガチャとかは結構ちょくちょく引いてて、持ってるんですよね、そもそも。しかも、そんなに、もう天井まで回すぞみたいな感じで回したわけじゃなくて、割となんかポロって出てきたんだね。見て、これ。いいでしょ。そんな切れることなのこれ。300レえそ、ちょっと運が良かったのかもしれないな。あんま言わない方がいいよ。あ、なに俺今、その遊戯王のクソレアなカードを、あ、これレアなんつって言ってる感じ？シングルでもう何十万もするみたいなやつをスリーブしてないで、輪ゴムでデッキに入れてる感じ？俺。スリーブ入れた方がいいかな？輝きが足りないなと思って、地面に擦ってホロレアにしようかなって思ってたところだけど。なんか切ないね、ちょっと。切なさのフレーバー織り混ぜてくるね。ひななはね、ひななが幸せって思えることだけでいいの。自分の考えを強く持つからこそ、なんかちょっと、押し付けちゃいけないし、自分の夢見がちな部分を自覚してるから、そういう風な部分も出てくるのかな、ひななの中で。ひなな自身も分かってるんだろうな。知らなくてもいいの。分かった上でそういうスタンスを取ってるんだろうな、きっと。それ以外知らなくていいのか。まあなんかちょっとさ、すげえ角が立つ言い方するとさ、仕事を辞めて引きこもっちゃったさ、エロゲオタクとかがさ、深夜の2時ぐらいのさ、タイムラインでさ、僕はもう綺麗なものだけ見ていたいみたいなさ、なんかそういうツイートに近い趣があるよね。いつまでもこうしてなんかいられないっていうことを自覚した上で、っていう構図がね、うん。モラトリアムが終わってしまってる人間が再度モラトリアム期間になんか突入している時の切なさみたいな。見つけて欲しいんだ。え、このミクなんかポケモンにいたらさ、なんか独特の性能してて、なんか不意に相手のパーティーにいたら厄介な立ち位置っぽいな。なんか独特の耐性持ってそう。え、なんかテンプレ受けるだったら対策してるのに、レオニードミクいるせいで俺の対策が通用しねえみたいな感じ。なんか受けるになんか一匹差し込まれてる感じの雰囲気悪くない？うわー、レオニミク入りかよって。うわ、マジかよみたいな。ラキヌ王だったらいけんのによーみたいな。全然、まあ、あとバーチャルトゥーライブを流して終わりって感じか。一つ一つ、まあ、一つ一つはまあそりゃね、うん。でも VTL における一つ一つはまあ本人公認だから。いや、そう、なんかのね、ライブでね、最後ね、いい感じのところの大団円でね、クズハがね、一つ一つパートを歌ってね、なんか、一見会場はなんか感動の渦に包まれたかと思いきや、その後、本人がなんか一つ一つってツイートしてたっていうのが昔あって、そうそうそう。だからもう俺はそれは公認、本人公認っていう風に解釈してますよ。言ってないけど、もう言った、まあ言ってない。言ってないけど許されてる。黙認でもないよ、でも。本人が言ってんだから。言ってるというか、フェイトゼロぐらいの立ち位置ではあるよ。もはや。最初出た時のフェイトゼロぐらいの立ち位置だよ。その感じが好きなんだよね。あ、千里もいいよね。リコリコ俺千里好きだわ。でもさ、二次元だとさ、意外とあんまなんかね、黒髪ロングが好きにならなくて、まあなんかわかりやすく二人こう、千里滝菜っていると、まあ千里になっちゃうな。どうしても。黒髪ロングが燃える時に好きになる。なんだその、一見浅そうで深そうな言葉は。どういうことだ？わかるようでわからないな。その道を極めた者がなんか、アドバイスくださいって言われて、なんか短文で返す、なんかその
もっとわかりやすく教えてくれりゃいいのに、なぜだみたいな、なんかそういう一言な気がするな。わかるようでわからねえ。でも語り口調がね、ボタンは思ったより軽く、しかし確実にエレベーターは止まりました。え、でもね、神谷じゃないんだよね。俺が早口、いやね、そう言うと調子乗ってるみたいになるけど、その、早口で勢いいい文章を読むと、10% ぐらい神谷が出てきちゃうんだよね、そのニョキって。ラブライブのオープニングの小鳥ちゃんぐらい、小鳥ちゃんの頭部ぐらいの神谷が、俺を出せみたいな感じでやってくるんだけど、でも別にこの文章自体は別に神谷じゃないんだよね。改造したわけでもないとなる。むしろ苗木誠殿の推理の方が間違い？え、危ない。キリギリさん、キリギリさん、僕の立場が弱くなっちゃうよ。では僕は戸上くんに投票するぞ。本当にそれでいいのか。もうめんどくさいし、いいか。そうなったら戸上くんは一体どうするつもりなんだろう。まったく世話かけさせるな。僕が戸上くんの面倒を見て、僕の面倒をキリギリさんが見るっていう、そのね、関係性が出来上がってるね。完全に猿の毛づくろいみたいな感じ、グルーミングみたいな感じでさ、戸上くんの背中を僕がこう毛並みを整えてあげて、僕の背中をキリギリさんが毛並みを整えてくれるっていう。ちょっと待って、みんなで内緒に。それはどっかで聞いたことがあるような内容ね。これもさ、キリギリさんね、バチバチに覚えてるのに、その苗木くんにどこかで聞いたことがあるような内容ね。そうだ、ハガクレ君が言ってたのと同じだ。じゃあハガクレ君が言ってたのは本当だったんだね。だけど、すごいわ苗木くん。だけど全く同じってわけでもないわ。え、俺が戸上を立てて、キリギリさんが俺を立てるっていう、そのやっぱこのグルーミング関係、猿のグルーミング関係が構築されてるね、これね。じゃあ誰がキリギリさんのことを立ててくれるんだ。あ、セレスじゃん。ここは、何そのエロい声。すり込みのせいでセレスさんが一番エロく感じるわ。初めて親鳥、なんか親鳥を見たヒナみたいな感じで。うわ、ちょ待って、このこれさすがに、待って、スケベすぎるな、この前のさ、ペローンって下から出てるの。これ今気づいたわ。で、ほくろがあってさ、お気づきになられましたか。すいません。気づきました。ソムリエが、マエストロ。まるでくしくもね、その自分が提供した料理のその隠し味に気づいた時のような、コメントが今、エロの料理人がコメントしてきたな。まあ私が持っててもしょうがないから持ち主に返す、それだけ。なるほど、ツンデレってことか。やめろって言ったよね。まあ聞くなぁ。なんかすげえ目疲れてる時に、ここ目に効きますよっていうところのちょっと痛気持ちいいぐらいのマッサージ受けて、そういう時ってなんかさ、体の中から変な汁出てる感覚になるじゃん。その感じになってる。なんか変な汁が出てる。ん？今度はあっちで騒ぎか。一体どうなってるんだ？光よ！え？あ、よかった。あ、大丈夫なのか？なんか光よってさ、なんか、こういうので使っていいやつじゃん。なんか、そのなんかさ、その、バババババンみたいなさ、その街中でさ、まあ、銃ぶっ放す世界観ではあるけどさ、こういうので使っていいやつなのかな。渡るが一般人に破壊光線撃った時に近しい感情を覚えたわ、今。なんか電気ショックとかでいいじゃん、みたいな。なるほど。色彩を利用し、体を変化させようとした者がいたのか。愚かな。あ、なるほどね。はいはいはい。サザンオールスターの桑田佳祐が、あえて酒焼けさせてあのしゃがれ声を作ったみたいなね、その一か八かで個性を獲得しようとしたのか。で、それは置いといて、それとして置いといて、まさかこの子たちがさ、この子たちなんかあれなんだよね、トリニティなんだよね、トリニティかゲヘナか。あれ、こんな子なんで、エデン条約編なんで読んだのにこの子たち全く出てこなかったんだろうと思って、ちょっと、まあ、ネタバレにならないようにググってみたら、エデン条約編が起きたことすら知らなかったって書いてあって、なんかあれだなと思って、密かみてえだなって。ニュース見てなかったんだろうな、多分ね。でもこれでめちゃくこれでそれなりの実力あっ
って雑魚狩りしてたらマジでひそかだよね。そのなんかいやだから放課後スイーツ部ひそか説が俺の中で今ひそかにひそかにささやかれてます。今その説が待ってください。ちょっと自覚が多かったかもしれん。私が来てもよかったんでしょうか。ブラックハート思いましたら私が来てもよかったんでしょうか。私が来てもよかったんでしょうか。限定なんだ水着 おじさん復活期間ってことか。私が来てもよかったんでしょうか。俺今これ水着おじさんを引いたことよりすごいことを成し遂げてないか。10連で4回引いてない？ほらすげえな目が合うんだけど。これモナリザじゃん。もう一周回って現代のどの角度から見ても花はるかと目が合うよ。これ花って言いそうになっちゃった。なんだか安心する。うわぁ、実は先生のそういう顔が好き。うわ久しぶりに聞いた。これ多分メモロビ開けた時に聞いてるはずなんだけどさ、今の反射みんなに聞こえたかな。結構デカめに反射したんだけど、俺の声がデカすぎて帰ってきたよマジで。キーンって言った。普通にあんま聞かないような家の中で。友達と駐車場でさだべってちょっと盛り上がりすぎて騒いじゃった時のキーン出たわ実質で。